日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いいたします。一つ吉田に、まあ、今スペシャルウィークなんで DJ コーさん今日来てくれてますけどもね。楽しみだね。まあ、コーさんに挨拶しなきゃなって思ってたんですけど、エレベーターからこうブース入ってくるとき、サングラスかけてやっぱどこ見てるか分かんなかったんで、素通りしちゃいましたけど、ちょっと、ね、いやいや、それはしなきゃダメじゃん。いや、見かけどこ見てるか分かんなかったかどうかそれは関係ない、しなきゃダメだ。そうだよな、本当そうだよな。そう、でも正しいよ、私もね、その放送前にね、はいはいはい、DMさん入っていただいたんで、そこのそのなんかぶなんかみんながいる、はい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 、そこの入り口みたいなとこ来てくれてさ、はいはいはい、挨拶してくれたんだけどさ、はいはい、確かにどこ見てるか分かんないからさ、誰を見てるか分かんないからみんなで挨拶してさ、そうなんだよな、おダンスみたいな感じで。そうなんだよね、なんか、で改めてあのクリーピーナッツのライブ以来だけど、見たの、講座のこと、なんか、何かに似てるなと思って、なんかいろいろ言ってたじゃん俺、はいはいはい、思い出したんだけど、あの、バリで見たバリの獅子舞に似てんなと思って、あのバロンっていう獅子舞ね、お面とかじゃなくて獅子舞ね、そうそうそう、獅子舞に似てんだよね。だからあの後でちょっといろいろ聞いてみるけどね、なんかそうだね、縁起のいい感じはしたわ、なんか DJ コーさん全体が神々しかったもんね、なんか派手で なんか縁起物っぽい、神々しかったもんね、本当にね。そうね、なんかエネルギーもらえるような感じの、いや本当考えられないよね、高校生の時にあの TRF のその人と今から絡むわけだから、私 TRF の曲聴きながら夏の練習とか行ってたわ、アメフトの。あ、そうなんだ。そうよ、あ、確かに、ね、サバイバルダンスとかさ、あ、そうかそうか、あのそのイージードゥダンスとか、そうよ、イージードゥダンスって言っちゃいけないんだってね。だから、ね、ドゥダンスの部分だけは言ってもいいかなっていうことらしいよ、はいはいはい、その辺もね、いやそうだよね、電話とかも別に繋いでもいいのかもしれないね、エツさんとかにね。まあ分かる、そうね、それも流れでね。はいはいはい、いやそれは、で DJ コーさんに言ってほしい言葉も募集してるんで、皆さん送ってくださいね、こんな言ってほしいっていうのがありましたらね、はいはい、でなんか DJ コーさんはツイッターで開運春日神社のおみくじを引いたことを報告したらしい。そうだから、モバイル会員になってるってことでしょ。そうならないと引けないんでしょ、だってそういうことですよ。ああ、本当だ、ツイッター出てるわ、世の中のモバイルサイト、世の中全体のモバイルサイト最下位らしいけどね、携帯出生時モバイルってクオリティが、まあ、だから逆にっていうところもあるのかもしれないね。本当だ、引いたら末吉ドゥダンスって書いてある。末吉か、な、大吉引いてほしかったけどね、あ、ベンステがなかなか見つかりやせんって、ベンステとか言ってた時代なんだね。そうだ、まあまあちょっと古いよね、はいはいはい、あ、ちょっともう今更新されてるっていうのが、そうね、今もうベンだからね、あるらしいですね。でもスペシャルウィークで、ね、やりますけどもね、で、あ、そうか、ミュージックソンの季節だから、もう来週、そうだ、キスマイとストーンズで、いや、そうよ、やるんだ、ね、すごいよ、初じゃない、さっきあのアドバイスなんて偉そうにね、させてもらったけど、本当だよ、7時とか8時朝気をつけた方がいいね、めちゃくちゃ眠いからね、眠い、7時8時に、目覚ましテレビのカメラ来て、俺本当に鬼のような表情で睨みつけちゃったから、ことあったからね。そこだけはその動画になるからね。あんま感覚がないよね。ミュージックソンやってますみたいなカメラが、目覚ましテレビ来て、なんかもうすごい顔してたから、俺、オンエアみたいなでね。眠いんだよな、ね。眠いこともわかんないぐらいの感じ、なんかぼーっとして。ただぼーっとして。覚えてないんだよね、あの時間帯のゲストをね。だからこの、7時10時ぐらいの記憶はないよね。だから、春日が築地にロケ出てたの、7時10時とかその辺だったっけ？いや、もうちょい早かったと思うよ。5時、まあ、暗かったもん。ああ。お寿司屋さん行ってさ、なんか、聞いて、何聞いたかも全然忘れちゃった。なんかあれ、ラジオ史上一番つまんないんだよね、あのロケが。確か。まあなんでだよとも言えないよ。自覚あるよ。誰と行ったんだっけ？なんかでっかいしーちゃん。
ああ、はいはいはい。ディレクターね。ディレクターの、石井ちゃんをでっかくした版みたいな人。で、いつ来るかもなんか、お互いに分かんないのよ。そうそうそう。ディレクターさんもいつ来るか分かんないから、今何来てんのこれ、いつ来んのみたいな。あ、その感じだったよね。そう。それをだから、お寿司を食べているお客さんの後ろで、いつなのこれどうなのとか言いながら。はいはいはい。で、来た、いやーどうも、みたいな感じ。そんな感じだった、そんな感じだった。ぐだぐだになっちゃった。やっぱスタジオで受けててもなんか、めちゃくちゃ面白くなかったもんね。あの、なんか。いやいや、そんなわけねえだとも言えないのよ。一般の人と絡んでたんだよね、そう、なんかインタビューをするみたいな。春日もそうだけど、一般の人も面白くなかったから。いや、それは、うん、それはそうだとも言えないし。私の責任よ。そう、なんか引き出せなかったいやそうだよね。そう、だから朝の中継日本放送のあの、社員さんがいっぱい食べちゃうって、ケータリングって言ってたけど、本当俺もあの、こっちはね、もう、あの、寝ないで、徹夜でやるから、ケータリングだけが楽しみだ。で、あの、銀だこのね、あの、美味しそうなたこ焼きが40個くらいずらーっと届いてね、CM 明け食べようと思ったらね、CM 明けほんとマジで1個もなくなってたからね、40個くらいのたこ焼きが。そう、だからパッと見、なんか結構なんかね、新しく入ってきたものとかあるじゃない。うん。ああ、でパッと見て、あ、これ来てんだ、みたいな。これ次のなんかね、時間食べようと思って、パッと見たらなかったりとかしてね。大きな声出したんだよね、あの時。いや、ほんと、青のり持って暴れてやろうかな、社員の頭に一人ずつぶっかけてやろうかなって思ったもんね。残されて余った青のり、ね。青のり。青のりだけは残ってる。青のりとかつぶしだけが残ってて。まあ、まあまあ。だからね。そうね。あれみたいな感じでね、バッタの大量発生みたいなさ、やつあるじゃない、うん、あの、まあ、もう何も残んないっていうさ。食い尽くされちゃって、ね。食い尽くされちゃって。感じがありましたけど。ありましたよ。懐かしいですね、ミュージックソンもね。そうね。漫才をね、やって、で、最後にね。当初の打ち合わせで、その漫才を作る時間が20分みたいなこと言われてね、うん、あの、ぶち切れましたけど、俺。だから2日間通しての、いろいろトピックスみたいなのを織り込んだ漫才最後にやるなんつって言って。こないださ、うん、ほら、あの、特番テレ東で、あの、はい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 、佐久間さんの、うん、あの番組。面白かったなんか、うん、春日は珍しく言ってたもんね、うん、最近撮ってる特番で一番面白かったみたいなこと、それ大問題だよ、まあね、いろんなスタッフがお前のために頑張ってくれてる企画とかあんのに、そうね、次の日も、うん、次の日も撮ったからね、特番をね年末の春日はやっぱ俺がひどい目に遭うの好きだからね、やっぱりな、そう、最高だったね、あの日以来もう俺自信がないもんね、本当にまずいね。うん、ちょっとその姿も見てほしいけど。うん。そう。あれは見てほしいですよね。そうね、うん。正月だから何明けて一発目ぐらいだよね。何時、はいはい、?1 時だっけ、あ、そうだ、ね、そうだ。1日の夜中の。だから孤独のグルメとか終わった後でしょ、今年はさ、うん、あの初詣とかさ、なかなかご時世的に厳しいかもしれないからさ、うんうん、お家にいたりするなら見てほしいね、みんな。裏が強いらしいぞ。そう、強い。だって華やかなやつやってるでしょ、カウントダウン TV とか。うん、だからあの第7世代とか人気芸人は全部裏番組行ってるから、ね、本当は第6世代で5年前のキャスティングみたいなメンバーで撮ったもんね。本当だよね。嘘みたいな。そのなんか時間の感覚が分かんなくなるぐらいの。あの番組のね、変なメンバー、あの後のなんかインタビューみたいのでさ、うん、もうあの今年にもうあの収めたいことみたいなことでさ、はいはい、今年はさ、なんかやけにさ、うんうん、ネタ書いてる方、書いてない方みたいな話題が多かったじゃない、なんかあちこち踊りで。まあね、やったりしてから、それはもう俺は今年でもうやめたいっていう、ことを思ってて、で、ミュージックソンの時もあの、20分でネタ書いてくださいとかね、あとね、あの、今、ヒルナンデスでも、ロケずっとやって最後に漫才やるっていうのをやってんだけど、あの、初回の時に漫才作る時間が15分だったんですよ。3分ぐらいのやつで。俺、それで、俺ね、このね、あのネタ書いてる問題、書いてない問題って、こう、夫婦の家事分担とかに例えたりする人いっぱいいるんだけど、一個も納得した意見が俺ないのよ。ほう。うん、確かにそうだなって思ったのが、やっぱ岩井ちゃんが言ってることだけ、はいはい、本当そうだなって思ってるってことは。うん、あ、なんかその岩井ちゃんが言ってることよ。だからその、はいはい、書いてる、書いてないです。これはもうしょうがないからとか言ったら、わかるわって思う。わかるわって思うのは岩井ちゃんが言ってることだけで、はい、俺これ答えわかったんだけど、なんか全然伝わんないの。うん、コンビで、ずっと片方が、ずっとネタを書く。で、書かない相方に対して、ずっとネタを書くっていうことを、10年、
やった人間がそんなにいないから伝わんないんだろうなって思ったんだよね。なるほど。世の中に。で、家事の分担とかは経験したり、はいはいはい、ダイエットが大変で結構経験してるじゃん、みんな。だから分かると感、うん、まあ、あるあるというか。だから伝わんないんだなと思って、今年でもうやめたいっていう、そのネタを書いてる書いてないに関して研究するのはもう2021年以降一回も言いたくないっていう話をしたんだよね、うん、インタビューで。その経験があるのね、世の中に数人しかいないだろうからね。数人しかいないから。わかるわーっていう人がいないっていうことね。だからやっぱ岩井ちゃんとはわかるわってなるわけじゃない。だからそれを経験してないから伝わんないっていうことがようやくわかったっていう。諦めた。だからもう二度と言いたくないなって思ったっていう話をしたんだけどね。それで、あれか、春日子カレンダーがユーミンさんの手にも渡ったらしい。すごくないこれ。なんでなの誰かが渡したんだ。いや、そうだよ。だからそれ聞いて、なんでなのって聞いたら、おそらく石井ちゃんがさ、配って回ってるんじゃないかっていうね。石井ちゃんがか。いや、ユーミンさんになって、また、困るだろう、ユーミンさんもと思って。そうだよな。うん。で、なんか、東島くんにもなんか、お礼言われたって、ヒロシが言っててさ。ああ、春日子カレンダー、配ってんだな。やたらめったら配ってるっぽいんだよ。石井ちゃんが配ってんのかね。いや、ありがたいというか、なんというかね、困る人もいるだろうな、と思ってもらって。断りづらい、そんなん、いらないとも言えないしさ。確かにな。申し訳ないよ。グッズってな、ラジオ聞いてなかったら思い入れもないだろうしな。うん、ないない。断ってね、はいはいはい、もらって帰んないっていうのもなんかさ、ねえ、で、なんかこう、共演者のレギュラーの人とかに配ってんでしょ、でも。まあでも、フワちゃんにあげたぐらいかな、今んとこ。あ、そう。おでもなんか自分で買って配るわけ、うん、そういうのって。いや。もらった、会社からもらったやつを。D ちゃんに、そう、いただいた、いくつかもらったから。はいはいはい。まあ家用と。はいはいはい。まあ実家に持ってく用と、みたいので。はいはい、はい、余ったやつを、はいはい、はい。ワンちゃんにもあげて。はいはいはい、はい。うん。まあだから私が直接渡したのはそれぐらいだけど。うんうんうん、うん。でもなんか松本のお姉さんが、うん。なんかね、うん、もらったみたいな感じでなんか乗せてくれてたんでしょ？あ、そうなんだ。そういうのもあるから、だから、うんうん、その D ちゃんが、うん、その送りつけてるっていうパターンもありそうなんだよね。各お世話になって事務所さんにとか。うん。だからそれがどの方にっていうのが、分かってないからさ、私も。うん。急な人からいただきましたとか言われる可能性があるなと思って、今後。そうだな。うん。自分が知らなかったらな。そうよ。だからユーミンさんなんてね。うん。でもなんか熱心になんか解読しようとしてたって、春日子。サム、TRF サムを、寒いっていう意味なんだって言ってたっていうことだもんね。いや、申し訳ないよ、ね。そうだよな。なんだよこれとはならないもんな、あれは。ならないしね。うん。うん。確かに寒いって意味で、まあ正解ですけどね。お見事。うん。そういえばさ、俺さ、今さ、なんか、自分でもびっくりするぐらい、ブラックピンクにハマってんのよ。ブラックピンク。ブラックピンクって。一回、ね、イベント一緒に。3年前に、2018年の1月ぐらいに、横浜アリーナで、オールライブ日本ファイナルだよね、あれは確かね。ファイナル、ファイナルじゃないし。俺毎回ファイナルって俺言ってるけど、ね。でも、実際ファイナルになって、あれファイナルになった続いてんだよ、ね。続いてる。実際ファイナル実際ファイナルになってんじゃないのあれ。だから結構こと、あの音聞かないぞ。言霊だから、ファイナル、ファイナル。ファイナル、ファイナルになっちゃった。なっちゃった。なんダメだよ。ふざけて。何ファイナルにしてんだよ。あの時メンバー、ミワちゃんとか、クリーピーナッツとかさ。三四郎とかね。水曜日のカンパネラさんとか。ああ、そうだ、そうだ。三四郎、ニューヨークも出てなかったっけ。ニューヨークも来たか。三四、あはい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 。ああ、レディオフィッシュ君もそうか。そうそう、そうそうそう。そんでそうね、ブラックピンク君いたよ。あれね、ブラックピンクと俺たち共演してて、うん、俺らなんかインタビューで、うん、出場してくれる、出演してくれる人をなんかクリーピーナッツとか言って、うん、紹介してた俺らのラジオで。うん、で、俺ブラックピンクとか言ったらお前がなんか、うんうんうん、誰なんだよとか言ってたの、ブラックピンクに。嘘でしょ。いや、本当に。ええ、ずっとお前が、えそのチェコノーリパブリック扱いしてたのね、お前が。いや、だから、その、それも申し訳ない。まあそうね、だから。チェコもすごいバンドだから。そうね。だからお前が、うん、だから誰なんだよって言ったら売れるっていう、なんかジンクスみたいのがちょっとあるのかもしれない。そんなことないって。もうその時点で売れてるわけだからさ、売れてバーンって行く前夜ぐらいでしょ。まあ、まあ、だから、オールナイト日本やるわけだもんな。そうそうそう、うん、だから、その、チェコくんの誰なんだよっていう、なんか、その、流れがあ、うん、
できちゃってたってだけでしょ。いや、そうで、お前が言ってたんだよ、ブラックピンク。言ってたかもしれない。俺が言ったら、誰なんだよ。ブラックピンクって、もう、すごいんだよ。もう、あの、アメリカとかのフェスとか、アメリカの音楽番組とかに4人で出る。で、俺思いで、もう、本当にそういうのはやっぱ舐めちゃダメだよね。いや、あの、そういうスターに会ったりするじゃん、この仕事って。卵の時に。はい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 。だから、本当誰なんだよとか言ってたら、偉いことになるよ、本当に。いや、本当だよね。もう、俺たちが誰なんだよ、だから。いや、確かに。うん。お前が誰なんだよ。いや、でも、それで、ブラックピンクと、俺、トークして絡んでんだからねって、俺、毎日見てんだよ、ブラックピンクの、なんで、そう、急に何、そんな、まあ、はま、なんきっかけあるってこと？ブラックピンクって、なんか、そう、俺ももともと知らなかったんだけど、奥さんと、奥さんの妹が、うちに来て、なんか、ブラックピンクの、あの、映像を、テレビで見てたの、二人で。で、もっと俺何も知らないんだよ、その時。はいはい、あの、ブラックピンクっていう、なんか人たちがどういうことをしてるか。はい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 、それで、なんかあの、曲が流れてて、なんか、こういうの好きなんだって思うことが多いから、奥さんと奥さんの妹に。へえーと思って、なんかすごい MV だな、みたいに見てたら、ラップがもうめちゃくちゃ本格的で、なんか、アイドルのラップって、なんか、ちょっとやめて、なんかこう言ったらなんかやめてって言っちゃってるけど。やめてって言うの？ほんと偉そうなんだけど、なんて言うんだろう、なんか、アイドルの曲でラップが入ってくるけど、教える人がさ、ヒップホップ畑の人とかじゃない場合さ、なんかやめてくれって思うわけよ。今こんなこと言うと、ちょっと古いんだけども、まあまあまあっていう感じ。まあまあ、その、ラッパーさんじゃないからね。そう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 。うん。っていうのはあるから。したら、なんかもうアメリカの、なんか、流行ってるラップの、まあなんて言うんだろう、なんかこう、節回しっていうか、なんか、あれすごいなと思ったのよ。もう本格的なの。本職の人とはもう変わらないというか。そうそう。で、なんか、すっごい俺も興味湧いて、どういうレッスンとか、レコーディングしてんだろうって調べてたら、やっぱりその、舐められないようにヒップホップをするってことで、アイドルだからとか、アイドルっていうかもうアーティスト寄りだとか、いろいろこう分かってきて、そのなんかこう、韓国の芸能事務所によって、すごい可愛いアイドル、本格的ヒップホップとか分かれてるとかが、分かってきたら、なんかもうめちゃめちゃなんか、もう、すっごいやってた人がプロデュースしてたりとか、ああ、やっぱそういうもんなんだと思ったら、それでなんかすごいのね、韓国のアイドルのレッスン料とかって、もうその、レッスンのその料。あ、料ね。何、高校ほとんど通えないとか、みたいなことなんだと思ったら、もう向こう俺、韓国のバラエティとか見てんのよ、もう。ブラックピンクが出てる。あ、出てる？だなんか見れば見るほど、なんか春日が、誰なんだよとか言ってたのがめっちゃ腹立ってきて。いや、それはね、それはね、というかまあ。それで、でも俺も、3年前じゃん、ブラックピンクとトークしてんだ、ね、俺たち、で、なんかちょっと俺たち多分ちょっと車に構えてね、ブラックピンクでーす。次はブラックピンクでーす。みたいな感じで。いや、そう、タモさんの、いや、そんなミュージックステーションっぽくはなかったと思う。サングラスしてさ、偉そうに。いや、それはもうミュージックステーションのパロディやっちゃってんじゃん。で、俺も横で歯つけてさ、やってたわけじゃん。いや、なんでよ。さんまさんなんだよ。そう、僕は。オールバックにいて、キサラでさ。いやいや、もう、コージーさんと原口さん。コージーさんと原口さんのパロディをしちゃってる。パロディしてる人たちのパロディしちゃってる。あ、次はブラックピンゴだで、それで、なんか、すっごい、記憶にあるのは、めちゃくちゃいい子たちだったなって記憶があるよね。あるあるある。で、リハとかもやってたんだよ、ブラックピンクと、なんか。ええ、そうだっけ？ね、ジャージとか着てる、それこそミワちゃんとかクリーピーナッツも、リハ参加して、なんか、あれだもん、なんか、ジャージとかブラックピンクが着てたら、なんかすごい、なんか、覚えてくれたんで、春日のトゥースとか。
春日さんのギャグ、あ、春日さんのギャグ知ってますとか言って、トゥースとか言ってやってくれたから、あれ誰か日本のスタッフとかに聞いてやってくれてるんだ。いや、そうだったかもしれない。すごいことだぞ、ブラックピンクにトゥースなんてやってもらってる。あれ、素材ねえかな、映像の。ああ、まあ、あるんじゃない日本放送には。うん。で、俺も探したのよ、ネットで。だから、ブラックピンクと共演してんだよと思った。じゃ、なんか、うん、なんか、オードリーと並んでんの、4人、あの、6人で。ブラックピンクと写真かなんかが、うん。で、なんか、あんまよく分かってない顔してるわ、やっぱ、オードリー。はいはいはい、そうね。で、ブラックピンクと絡んで、ブラックピンクのショーを見たときに、うん、どえらい人気だなっていうのを覚えてんだよ。ああ、確かに。うん。だから、多かったもんね。そう、ブラックピンクファンの、人たちが多かったライブだったっていうイメージはある。すごいんだなってその時思った。だからもう、いや、今はすごいけど、もうクリーピーナッツのファンなんか一人もいなかったもんね。うん、いや、一人もいなかったってことはないよ。数人いたから数人。3年、いや、3年前、うん、あの横浜アリーナにクリーピーナッツのファン一人もいなかった。うん、いや、一人、数人はいた。いや、いない、マジでいなかった。もう俺は見るからにクリーピーナッツアウェイだったもん。で、持ってってたけど、うん、あの、二人のパフォーマンスで、うんうん。いや、すごかったよ。盛り上がってたよ。今のクリーピーナッツか考えられないドアウェイでした、あれは。あの会場にいたクリーピーナッツファンって多分俺だけだと思うんだよね、多分あの。2018年1月。うん、いや、数人はいたと思うけどな。あと、ブラックピンクのファンと。まあ、でもそうだろうね。あの、ミワちゃんのファンとか、うんうんうん、そういう感じだったと思うんだよ、ね。うんうんうん、あ、確かに確かに。そうそうだ。ああ、覚えてる覚えてる。超満員だったもんな。横浜アリーナ。超、まあまあ、超満員だったな。超、でもあれもさ、今思い出すけどさ、あれ、なんていうの、あの、センターにこうずっとあのなんか島があってモデルの人とかが、はいはいはい、歩くようなやつ廊下ね花道ランウェイみたいななってたのよそうそうで先にねステージみたいなのがあって、うん、そうそう、うん、でランウェイのさなってる下のさ鉄骨のところをさ、うん、5往復ぐらいしたんだよな2人であ下下なんか、うん、でなんか女性はあの台車に乗って、うん、なんか、押してたな、石井ちゃんとか。あったような気がするな。うん、男は中腰で、うん、その100メートルぐらいの道のりを、うん、往復しなきゃいけないの。鉄骨がこうなってるから、頭ぶつかるから、中腰で100メートル、うんうんうん、本当、俺息上がってネタできなかったのが漫才。4往復ぐらいして、まずいやるから、そんな懐かしいよな。あったね。あれもだから3年前ってあっという間だな、本当に。3年前か、もっと前、3年 ?3 年。2018年の1月が約。ああ。いやー、だから、ああいうの、ブラックピンクとか、そういうのも、スーパースターなとか思って絡まないと、本当ダメ、タイガさんとかも。本当に。いや、タイガさんは、大丈夫よ。いや、そんなの、うん、だから、タイガさん、そんなのって、うん、だって、今の第7世代が、うん、まあ、3年前とか4年前に、こういう風になるって、誰も予想してないわけでしょ。まあ、確かに。タイガさんだって、そうだよ、本当に。もう、有吉さんみたいになるかもしれない、ね。うん、なるわけないでしょうよ。そこまで行くわけない。そういう口調で言ってたよ、ブラックピンクも。誰なんだよ、いやいや、それは、その、ブラックピンクには申し訳ないなと思うよ。それ読めてなかったからね。俺たちだって、だからそうだからね。ん?言ったら。うん。我々、うん、うん。どういうこと?俺たちだと驚いて、誰なんだよ、こうやって。山崎のおギャラで出させられて。それで、そこういう目になるぞって10年ずっと言うっていう。そうか。そういうことなんだよ。タイガさんは大丈夫だけどな。タイガさんは大丈夫ってなんだでもタイガさん結構他のあの、オドぜひ見てくれて、他の番組のレギュラースタッフは。はいはい、タイガさん呼んでみたいなとか、タイガさん若林さんがいるなら呼んでみようかなとか言ってるスタッフさんに何人かいたよ。じゃあちょっとあるかもね、2021。いや、そういうこと、そういうことで。で、いろいろ出ていくっていうのは。だからお前の誰なんだよって言った人は売れるっていう、この芸能界のジンクスが、ちょっとあったりするわけよなるほどね、うん、じゃあちょっと控えるか、うんうん、構わず言うのやめよ。どんどんお前が誰なんだよって言った人どんどんお前のことを追い越してくるこれだ誰なんだよブーストか確かにねそこでバーンって言うね誰なんだよブーンって走ってるわけよただでさえ登ってんのにねバーンって行くんだろうな。しかし DJ コウさん乱入してこないないやコウさん来ないよ
アバちゃんじゃないんだよ。いや、俺なんか、あの、スペシャルウィークのなんかもうひねくれもんだからいけないんだけど、うん、なんか呼び込むことがもう照れちゃうのよ。これで CM 行って、うん、この後 DJ コーさん来ますみたいにどうせオードリーが言ってさ、うん、テイクレ読んでさ、うん、DJ コーさんですって紹介するなんか、うん、その予定帳は恥ずかしくない？それはもうしょうがないじゃん。しょうがない。で、逆に言うと乱入も、乱入する方恥ずかしいと思うよ。DJ コーさんが。DJ コーさんが来てくれてます。言った後に乱入してくんでしょ？そう、ね、乱入にならないじゃない。アバちゃんも入ってこなかったっ、うん。アバちゃんは入ってくるべきだったけど。アバちゃん。アバレル君っていうあれなんだからっていうのがあったじゃん。で、どっちがアバレルなんだっていう対決をするなんて言ってて、うん、おとなしくんで楽屋で待ってるわけだからさ。アバちゃんは来た方がいいけど、うん、人によるでしょ、そこは。そうか。うん、いや、ほら。で、DJ コーさんのさすまた使った方がいいかな、いや、そういう人じゃないじゃん。あの、見たことないよ、DJ コーさんが暴れてんの、番組で。めちゃくちゃにされてんの見たことあるけど。自らガッていくいや、だけど、その、ちょっととか言う人じゃないもんね。じゃないから。やっぱりね。うん。どうなってんだとかいうことじゃないじゃない。うん。だから、大丈夫だと思うよ、ランニングはね。そういえば、高2の時のさ、九州の修学旅行でさ、うん、ホテルのさ、ロビーでさ、うん、ヘイヘイヘイ見ててさ、うん、TRF がやってるの見てたら、もう先生に怒鳴られたわ、お前。何、ロビーに偉そうに、何分も座ってテレビ見てんだ。うん、部屋戻れ、つって。うんうん、腹立つわ。思い出した、急に。思い出した、急に。でも若林さんがそんな言うからさ、うん、はいはいはい、もうコウさんがさチラ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 探ってんのよ。何を探ってんのよ。いや、その乱入するした方がいいのか困らすんじゃないよ。で、乱入ってでも乱入だから、うん、ほんとちゃんとした乱入してくれたのクリームの上田さんだけだから。そのなんか、あばれる君もこうさんもなんか様子伺うっていう、ね、なんか俺そういうの嫌なのよ。なんか様子、お前もそうだけどさ、うん、様子やっぱ伺うのかな。そら伺うよ。あ、そっか。うん、まあ。タイミングね、うん。うん。確かに上田さんはね、ハンチュン被って、一直線にやってきたから、ね。そうそう。一直線に入ってきた。いや、お前らな、みたいに入ってきてくれて、いやー、上田さんみたいに、こっちもなるじゃん。でも、はいはい、なんか、様子見に来て吐けて、様子見に来て吐けて、なんか、Run you do dance とか入ってこられても、いやいや、今じゃないのよってなっちゃうからさ。まあね、まあね。うん、でも、そう、言う若林さんが悪い。よくあの格好のコウさんがケビン通したよね。コウさんじゃないかもしれないからね。あんなになって。本当だよ。本当だよ。うん、バリの獅子舞じゃん、あれ、俺が見た、本当に。肌の部分が見えないんだから、こっから。あの服ってどこで売ってんの、あれ。すごいよね。あの服ってどこで売ってんだろうね。コウさんじゃないかもしれないもんね。ニューヨークのゴミ箱みたいになってんじゃない、もう。俺見たよ、ニューヨーク行った時に。いや、そう、そうだよな。でも、この後が、3時からは、うん、あれね、ヒカルちゃん。高橋ヒカルちゃん。うん。なんで戻ったのよ、またドアの。で、なんでドアが開かないんすか。ガチャ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 やって。いや、だからさ、乱入中止乱入中止もう、オファー通りじゃん。ガッチュ通りの文言で入ってきたじゃん。乱入中止いいね。若林さん元気でしょマジで元気ですかちょっと、想像以上に、ラニュードゥーダーって面白いね。やっぱ面白いよ。いや、コウさんね、すごいっすね、か、うん、またクリーピーナッツの時よりも派手ですね、うん、今日。だって、クリーピーの時に、うん、分かってもらえなかったから、今日は、絶対にでも分かってもらうドゥーダーで、こうさ、さすがに、どこ見てるか、本当にわかんない。本当わかんないっすね。わかんないでしょ、カスガ、これ。この距離で隣にね、うん、マスク、この距離でも目がわかんないぐらい、濃いんですね、レンズが。あ、レンズが光ってるし。マスクのせいかな。いや、こうさって、いやいや、レンズですよ、レンズ。逆に、やっぱテレビ局とかラジオ局で、うん、警備員止められないっすかね、やっぱりもう。
いや、止められないドゥダンスですよ、絶対。そうですよね。やっぱ、コウさんしか。だからさ、いないから、この格好は。気をつけた方がいいよね。うん、DJ コウさんの格好が一番入れるのかもしれないそうだね。マジで気をつけないと。コウさんっぽい格好してたら、チェックされないわね、マスクしたまま、サングラスしたままで。コウさん、ちょっとすいません、CM 入ってから紹介で、一回出てもらってもいいですか、ちょっと。わかりましたごめんなさい、すいません、本当に。段取りがあって、うん、荷物置いといていいですか荷物は置いといていい。荷物はいいです。OK です荷物がすごいですね。だってお荷物なんかいろいろそうね。用意してる。靴見てみかすが。うわ、何あ、すげえめちゃくちゃ厚底で DJ コーってそこ、横に書いてある。ソールの横に。ソールに書いてある。普通に自分の名前入れんの、DJ コーさんと岡田さんだけで俺見たことあんの、増田岡田の。ゴルフのでしょゴルフの。いや、自分の名前入れるっていう人ってやっぱすごいよな。いや、そうだ。だってあれで街を、どっからどう言っても DJ コーってわかるわけじゃない。どこにいても。そうだね。それでいいというか。逆に職質されないのか、うん、免許見せる必要ないもんな。そうだ、DJ コーなんだもん。ちょっと一回さ、50メートル先からでも50、DJ コー。一回 DJ コーさんの格好してテレビ局入れるか、ちょっと やってみないちょっと。借りてさ、コーさんに衣装。ああ、いいね、いいね。俺入れる気がするぞ。いや、入れると思うよ。入れるんじゃない？そうだよね。うん。うん。まあ、ちょっと後でいろいろ聞いてみよう。興味湧いてきた。今、やっと。遅いね。うん。わからなかったらどうしてたのよ。今日、うん。いや、想像以上に面白かったな。いや、面白い。乱入ドゥドアンス。うん。ちょっと出てください。わかりました!OK ドゥドアンスやっぱあの発声面白いんだよね。いや、そうだね。藤森くんも昔そうだけどさ。わかりましたなんだろう、面白いよね。うん。いや、いろいろ聞くこともあんね。M1 のね。ああ、そうだ。そうもあるし、あとノートつけてるっていうのもあるからね。じゃあもう始めましょうかね、うん。あ、そうそうそう。だからあれだよね。高橋ひかるちゃん、うん、3時から。そうね。生でしょ。高橋ひかるちゃん、今日22時40分に入ったんだって。早い。こんなんね、俺たちより早い。早いじゃん。3時からでしょだってラジオ。ね、何時間 ?4 時間 ?4 時間 ?4 時間前に入ってるってこと、うん、本番より、本番より長いじゃん。で、5時まで、4時半 ?5 時。5時まででしょ。うわぁ、なんだ。5時で、今ほら、ご時世だから、ドア開いてんじゃん、前室の楽屋。はい、はい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 。なんか本番みたいなテンションで声聞こえてきてたよ、ちょっと。なんかめちゃくちゃ盛り上がってたよ。でしおりちゃんと一緒だから、リトルトゥースのパーソナリティは本番前うるさいんだね、だから。うん。一回やった、リハやったのが2時間がっつり。そんな、本番テンション下がっちゃうから。もうやってんのかなっていうぐらい盛り上がってたもん、だって。なんか、日向のキャプテンと、リトルトゥース、うん、T シャツ着こなし対決。なんか言ってたな。レイという雑誌で。うん、雑誌で。あ、これか。このね、うん、あ、これか。ナンバーワン、モデルナンバーワンリトルトゥースをかけて、戦いは続く、うん。リトルトゥース T シャツ対決。あ、着こなしてんだ。え、どういうこと？T シャツ、リトルトゥースの T シャツ。ファッション誌で。どっちがオシャレに着こなせるかっていう対決を、レイって。本当だ。レイの、レイっていう雑誌がちょっとおかしいな。おかしいな。でもその若い子読んでも何のことかわかんないよ。すごいな。でも下に書いてあるよ。着てるもののなんか紹介みたいな。はいはいはい、リトルトゥース T シャツ、スタッフ私物、ショートパンツ、7388円。とか。真似しないだろ、だって。スタッフ私物なんだ、それで。レイのスタッフが持ってたってこと、ってってことリトルトゥース T シャツを。へえ、ありがたいね、これ。ありがたいけど、申し訳ないよな、なんかな。申し訳ない。うん。うん、へえ。いや、聞こなしちゃうよね、聞こなしちゃうね。うん。春日の奥さんとかも、うん、やったらどうどういうことですか、レイで。え、何が対決を？リトルトゥース T シャツ対決ならね、モデルの対決ならやっぱ。誰ってその高橋くんとかでやるってこと？3人三つどもえの。なんでだよ。なんでだよ。うん。着てたりすることあんの？クミさんは、リトルトゥース T シャツ。リトルトゥース T シャツはないね。キーホルダー、ガチャガチャのさ、はい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 、あれは鍵かなんかつけてるけどね。はい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 、はい。うん。なんかつけて、若林さんのやつを。
ああ、もともとだから俺のファンだからな、前も、ヒルナンデスでも言ったけど。もともとというか、まあね。俺と近づきたいから春日と知り合いになったっていう。いや、そういうことじゃないから。そういう順番っていうのは、うん、これそうだもんね。いや、そういうことじゃない。それとはまた別だから。本人が言ってんだから。いや、応援はしてるけども、それとことは別だからね。あ、ほんと。うん。いや、まだちょっと既読無視してるわ。チャチャのスタンプ、プレゼントって来たから。うん。いやいや、それね、使ってもらいたい。あとなんかその、娘の写真を送ってくるからさ、うん、俺もなんか成長の過程を見てるんだよね、娘の。それは知らなかったわ。私は知らないよ、どういう。それは、それの、動画も送ってくるから、娘さんの。あ、そう。うん。送り返し、それは送り返した、ちゃんと。送り返した？どういうこと？娘さんの動画をクミさんが送ってきたから、うんうん、頼んでないのに。それで、まあそうだろうね、生まれたての赤ちゃんの瞳ってこんなに透き通ってるんですねって返したの。したら、帰ってこなかった。そらそう、そんな中もうね、取ってつけたようなさ。感情のこもってない。まあまあまあね、スタンプは使っていただきたいですけどね。そういえばさ、うん、娘さんもってをさ、うん、芸能デビューさせるの？いや、させないよ、別に。あ、そうなの？なんか赤ちゃんのモデルみたいな、なんか、やってて、詐欺にあったじゃん。詐欺ではないけどね。あれ詐欺じゃないの？詐欺ではない。こっちは勘違いで。うん。うん。そういうなんかちょっとその、スクールみたいなやつの。なんかそういうの受講料を取るのって詐欺じゃないの？詐欺ではないよ。じゃないんだ。ちゃんと書いてあった。久美さんは知ってたから。はいはいはい。分かってたけど、私が、なんかその、もう、それでね、合格したら、うん、その雑誌とかに出られるんだと思って、うんってただけで。ああ、そういうことなんだ。そうそうそう、行ってみたら。いや、あれでしょ、もうそろそろだろうな、うん、なんか、彼氏ですとか言って連れてきてさ。いやいや、嫌なもん、やっぱり。いやいや、早いよ。嫌なもん、やっぱり。ようやくそのなんか寝返りとか打てるようになったってさ。あっという間だから。いや、そうは言うけど。だとしてもまだ7ヶ月ぐらいなんだからさ。その気持ちはわかんない？彼氏ですって言って。連れてこられたらちょっと嫌だなとか。まあ、ちょっと想像はするけどね。やっぱりまあベタな話だけど。将来そうなるんだろうな、みたいな。ああ、もうすでに、うん、ちょっと思うことはあるけども。うん、そいつによるよね、だから、本当に。ああ。パッと見どういうやつは嫌なの？やっぱりこう、地に足ついてないやつは嫌だよね。あ、そう。もうわかるじゃん、感覚的に。結構お硬いんだな、お前な。いやいや、やっぱちゃんとしたやつのとこ行かない。芸人とかも最悪だよね、だからね。うん。あ、そう、芸人は許さない。許さんよ。あ、そう。そんなのは。でも、何しでかすかわかんないな。絶対、面白い女の子だろうな。で、何や、そんなわけないじゃない。いや、だって、クミさんあんだけ喋れて、うん、旦那は天才なわけだから。ザ・ W 撮ると思うよ。審判のネタで。撮るか、カスガで出るから。撮ると、ピン芸人で。うん、ぼる塾さんも思いますよね、うん、そういうふうに。自分の娘はザ・ダブル撮るって思いますよね。マニー。いや、なんだ、怒られるぞ。怒られはしないよ。急に。ぼる塾の皆さんは、カズカズさんの娘さん、ザ・ダブル撮ると思いますよね。マニー。いやいや、まあ見たばっかりだからね。ザ・ダブル見たばっかりだからさ。すごい入ってるから。だからと言ってない。うまいね、ボルジュクが。ボルジュク、うん、見たから、ね、この間ね、見たからね。うん、そうやって、まあ、言わしとくしかねえだろ、お前。言わしとくしかねえだろ。勘違いしてんだからよ。マニね、そうですよね。ね、言う通りですよ。言わしとくしてねえだろ、バカ野郎、お前。ほら、わかってねえんだから、自分のこと。マーニー。あねぼる塾の一節をまんまやるの。急になんだかと思った。いや、俺以来のベランメイク長現れたなと思って、ヒヤヒヤしてるからさ。確かに。あれ面白いよね。面白いよね。あの喋り方、めっちゃ面白いよね。言わしとくしかねえだろ、お前。分かってねえんだから。できる二人で、だから、うん、ボル塾、オードリーは。
まあ、できるか。だから若林さんが二人やってってこと。そう、うん。だから、一人、進行、うん、進行っていうか、一番左、立ち位置。うんうん、ショートカットの、はいはい、見つければ、うんうんうん、俺たちボル塾でいい。彼氏欲しいんですよね、とか言い出して。里光お前やれよ。そうだよ、そうだよ、あれ。できるわけねえだろ、彼氏。マニー。何やってんだよ、スペシャルウィークに。本当だボル塾大好き。彼氏が欲しいんですよね、私たちそろそろ。ええ、面白い。なんだ、ただネタの、ネタを言ってるだけじゃない。じゃあ行きましょうか、うん。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日霊、日本触媒、サミー、出光興産、ルートインホテルズ、楽天カード、キリンビール、種の滝、ソラシドエア、AK レーシング、クイックルミニワイパー、ベラジョン無料版。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本ではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。聞こうぜ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日に学べ。ということで、今夜のゲスト、DJ コウさんです。よろしくお願いします。イェーイ、ランニング中継。いや、ランニングじゃない、ランニングじゃないです。ちょっと紹介です、ね。予定通りですか。スペシャルフィークおー、すごい。おー、やっぱやってくれてる。おー、すごい。あ、それで、押すと出るんですね、音が。あ、繋いでんすよ、これ。うわ、すごい。あります。すげえ。そこにいろいろ入ってるんですね。ちょっと今どこに何が入ってるかちょっと微妙ですけど。じゃあ、あれですね、トークしながらも。トークしながら。コウさんが押す時もあるってことですか。あげあげたぜ。いやいやいや、あげたぜ。それは自分で言えばいいじゃないですか。自分でも言ってたし。確かに。コウさんの声なわけだからね。そうですね。押して、押してあげあげたぜってあげあげたぜ。あげあげたぜ。いらないでしょ、じゃあ。セリフのやつなんですね。なんでそれ。なんで入れたんだろう、これ。サンプラーバージョンと地声バージョンやってくれる。なんで入れたんだろうってのもあるんですか、やっぱり。いや、なんで入れたんだ。ポーンポ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 ン。いや、言うじゃん。それは押して、押した後言うじゃん、自分で。確かに。そうですよね。意味ないじゃん、それ。なんか、コ、は、ウ、い、さんがノートをすっごいつけるんですよね。メモマというか。そうなんです。今日もスペシャルウィークなんで、はいはい、一応自分がちょっと、やることと注意しなきゃいけないことと、はいはいはい、あの、オードリーの二人と、はいはい、会話する上で、はいはい、チェックポイントとか。書いてきてるんですか？チェックポイント。ちょっとなんて書いてあるんですか？はい、知りたいの。はい、見ていいですか？例えば、はい、この辺とかは、見ていいですか？なんて、そうですね。いや、コウさん、コウさんサングラスしてるから、このアクリルに今ノート渡そうとして、コツンって当たった。あげあげあげたんですよ。いや、何があげあげたんですか？サングラスしてるからわかんないね、これ。あるアクリルが。見えてますって。見えてます？見えてますいや、ずっとアクリル版に確かに。うるさいな。アクリルが見えてないんだよ、サングラスしてるから。アクリル版ドゥデンス便利だな、ちょっとドゥダンスいいな。何からちゃんと用意して。何が書いたんですか、若林さん。オールナイトニッポンに向けて、うん、チェックポイント。要チェックポイントですよ。
って書いてある。ヨチェケポイントって言うんですか、これ。ヨチェケポイントです。何ヨチェケポイント。まず一番上に書いてあること。はい、うるさくしない。もう、もう守れてないじゃないですか。うるせえじゃねえか。うるさい。うるせえですよ、全然。で、春日語カレンダーと、DJ 貢献玉の交換だったよ。あ、なんかそうだ、ラジオ、この先週か、はい、その前で言ってたんですよ。はいはいはい、はい。あの、どうする ?DJ 貢にはあげるかどうするかって分かりました。はいはいはい、春日さんが、はい、いや、交換だって言うんで、あ、だったらこっちはじゃあなんか、あの、カレンダーあるとかないと思って、はいはい、剣玉を持ってきたんですよ。あ、で、これも台本ってことですか、これも。自作の。自作の。それに沿ってもらえると僕としては今日はあのあげあげだぜあげあげなんですよ。なるほど、もう進行台本があるんだ。いきなりもう守ってないでうるさくしない。そうだね一つ目に書いてんのに、春日語カレンダーは春日渡したの、コウさん。いやいや、まだですよ。あ、じゃあ、この通りやった方がいいんですよね、コウさん。そうですね。あ、じゃあ持ってきていただいてるってことですか。ポン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 、うるせえな。ポンうるせえな。ポン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 、今のは地声ね。地声でも言うから意味ないじゃん、サンプラーサンプラー、はいはい、じゃあそれで交換しましょう。そうね、あ、なんかいろいろ DJ 貢献玉って何なんですか、こう。あの、光るなる音楽が流れる。何ですか、ね、光るなる音楽が流れる、書いてある。クソヤバい人間ですね。なんでですか。で、絶対先に言っておきますけど、若林さんのこれ、うん、絶対ゴミ箱捨てないでください。絶対捨てないです。俺はもう、ちゃんと使いますから。やったー。ああ、そんな、ガチャガチャに開けて、普通もうちょっと、パッケージとかに俺の写真があるんだから、少し。ポン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 。あ、コウさんの写真がある。これ何だ、どういうことなんですか。けん玉とは違うんですか、普通の。これ例えばけん玉なんですけど、はい、これカウントアップロードってなって、はい、けん玉うめえな。そっちに行く。けん玉めちゃめちゃうまい。けん玉うめえな。いや、今全然落とさなかったじゃないですか。え、こう、けん玉うまいの？うまい。けん玉、すいません。こうさん、けん玉うまいっすか？今、呼び捨てにしたいでしょ。こう、いけるじゃん。ちゃんぐらいつけてくださいよ。こうちゃんもオッケー。こう、ちゃんこぐらいにしてくださいよ。ちゃんこ、あれ、うまいんだ、けん玉。けん玉うめえな、これ。いや、これ、すごい。掴みとしてすごい面白いよ、コンビね。センターマイク出てきて、けん玉やって、けん玉うめえな。やってほしい。だってすごいうまいよ、全然落とさない。え、得意なんすか、え、ちゃんこお前、あれ、けん玉はいつ、できるようになったの。お前はダメでしょ。お前違う。流れで。お前なぞるなよ、お前。いや、だってことを、さらっと言ってるだろ、今んとこ。いや、ちゃんこうにしてください。ちゃんこだとなんかちょっと上がる。ちゃんこお前って言ってましたから、今。けん玉うめえな。いや、いいっすよ、これ。え、ちゃんこお前、な、いつ、え、お前って今言ったじゃん。だって俺さっきだって、はい、あの座って待って挨拶したじゃない。はい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 、はい、で、あ、若林さんいないなって思って、はいはいはい、あ、来たなと思ってちょっと見たんだけど、はい、無視無視されただってコウさんが誰無視したら、コウさんがどこ向いてるか分かんなくて、うん、ちょうどヒカルちゃんと挨拶してる風だったから邪魔しちゃう。あー、ね、あー、またそれだまたそれだ。ポン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 あ、違うの。え、ちょっと待って。春田くんだけど。いや、ちょっと春田の拓造じゃねえよ、出たら。春田の拓造なんで入れてんの。なんで今日なんで入れてんの。押してもう一回今のところ。どこですか、今のも。ポン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 、それじゃなくて。あ、これじゃなくて。春田さんの。ポン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 、波動の拓造じゃねえよ。コウさん、なんでさ、なんでその高そうじゃねえよ、言ってんの。いつ使うやつなんですか。言われないでしょ、コウさんが。コウさん、ちょっとお腹すいたんで、ラーメンちょっと作ってもらえますか。シュレックじゃねえよ。違う。隣押しちゃったよ。あ、これ誰やってるか。
そんな待って、俺このペースで今日3時まで持たないよ。だから僕はちゃんと予習と思って、一個一個やることは考えないとなと思ってチェックポイントを考えたんですよ。あ、そうなんですか。なるほど。で、これコウさん、これモード、モードって何ですか？この剣玉。あ、モードで変わるんですか？あ、これ押していくと、DJ モード、うん、DJ モード、あ、音楽が鳴るんだ、剣玉から。剣玉から、DJ モード。いや違う、こっち聞きたいからコウさんは言わないでください。あ、イージードゥダンス、イエス、すごい、イージードゥダンスが剣玉から流れる。すげえ。それに合わせてやるんですよ、うん、あ、そう、なんかこ う刺さったりすると音が鳴るってこと、はい、音が鳴る。あ、そういうことなんだ。うん。ああ、はい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 。ほら、ボイミツガール。え？ボイミツガールも剣玉から流れる。あ、そうなんだ。うわ、これいいじゃない。これと交換だじゃん、あの、数が動かれるんだ。やったー！これはいいぞ。やったーは結構普通に。やったと寒い夜だからは普通です。直せないんだ。寒い夜だからは。寒い夜だからはちょっと言えない。寒い夜だからにはならないですね。ゆえ、寒い夜だからなんですね、それは。寒い夜だ。寒い夜だ。ボイミツガールとイージードゥダンスは言えるんですよね。ですけど。うわ、すげえ、この剣玉すごいじゃん。これはいいよ。よかった。これいつ発売されたんですか？もう結構前ですよ。もう3、2、3年前かな。そのぐらい。いや、でもそのぐらいから、剣玉。まあ、俺、ずっとやってるんで。あ、やってるんすね。じゃあ、これもう順番にやりましょうよ、コウさん。マジですか？だから、これあの、とりあえず、カスガールだ。ありがとう、それも入ってくれます。カスガール、カレンダー、イエス。いい、ずか、あの、コウさんの方の台本で。いい、いいですか、ちょっと、その方が俺ちょっと分かる。だから、まずこれで、カスガゴカレンダーと交換したから、これはチェックですよね。これは終わり。いやいや、ちょっと上に引かないで、まだ使うんだけど、なんで上に赤で線引くのないよ、無理それ。せっかく書いてきたんですよ。チェックって資格があるでしょ、そこに。あ、本当だ。チェックの資格。チェックのマスがあるのに、なんで線引いちゃうの？もう。角の卓造じゃねえ。関係ないし。違うよ。いや、ちゃんこ、だって、これ、ちゃんこの資格に。そこにチェックしてよ。また見直すときもあるんですよ。見直すんだから、わかんなくなっちゃうから、そこにモロの。見直すことなんてあります？だってもう。あります。今日使ったらもうおしまいじゃないですか。いやいやいや、まだあるんです、ありますって。見直すことあるんですか？終わってから、予習復習で、あ、これできたかなって思うときに。そのチェックなんですか？線引かれたらダメなのかなみたいになっちゃうじゃないですか。そうか、そうか、そうか。そう、そうダメだ、そうです。うん、文章に。そうなんですね。そう、チェックしな、ピッてね。それ、DJ コーって書いてあるんですか、もしかして。DJ コー。うわ、すげえ。あ、ほんとだ、よく見たら。DJ コーって書いてある。ヘッドホンも DJ コーって書いてある。ほんとだ。あの、落としても大丈夫書いてある。すごいっすね、そのヘッドホン、やっぱ改めて見ると。いや、すごいな。だから、コウさん、僕、クイズ番組とかでご一緒させてもらってますけど、コウさんに強めにね、突っ込んだりするときに目がわかんないから、大丈夫かなとか思ってるもんすよ、こっちは。あ、そういうのやっぱあるんですね。やっぱりありますよ、これ。MC の方がなんか振ってくれそうなのに、なんか俺一生懸命こうやって見てるんだけど、全然こっち、いや、後ろ行っちゃって、見えないもん、それだったら俺答えられますよ、みたいなことあるんだけど。サインは出してるんですね。いけますよ、の。で、カズヤさんこれ見て、これノートで、コウさんが喋りたい順番書いてきたから、俺はクリーピーナッツの武道館のライブのことを話したいのに、もう、この4項目目、あとなのよ。ああ、結構下の方だ、ね。あ、でもそれは多分、大丈夫でしょう。あ、これ大丈夫ですか、入れ替えでも。入れ替えは大丈夫。ああ、入れ替えはいいです、ね。忘れないようにっていうことなんで。次は、カスガゴカレンダーと DJ コーの剣玉の交換が終わったら、終わった、終わった、お二人の奥さんに、うん、あ、そうそう、うん、奥さん預かった贈り物を渡すっていうコーナーが。え、どういうこと？え、コーさんの台本によると。それ、どういうことなんですか？はい、うちの奥さんがちょっと、お二人の、はい、春日さんと、いや、違う、もう、サングラスで春日って若林、俺のこと指差しながら春日って言ってまして。いや、濃いんですよ、サングラスが。俺がどこ向いてないのか分かんないがいいけどさ、俺の方指差しながら春日って言ってたよ。ラジオで、一緒に聞いてて、はい、お財布買ったりとか重要なの。聞いてくれてるんですか？聞いてますよ、もちろん。だから、もう、
5、6時間半ぐらい、お刺身食べてたりとか、はい、聞いてくれてるじゃないですか。そういうの聞いてて、あの、この時期、乾燥とか手荒れが、じゃないですか。はい、だから、はい、奥さんが、はい、あの、両二人の奥様に、ね、はい、ハンドクリームを出、はい、してくださいって。すごい、いいとこの、いいところのハンドクリームプレゼンイエーあげあげだぜ合ってる、あげあげだってですよね。あ、ほんとすげえすごい。これは喜びます。奥様に。あ、お手紙もいただいて。いや、すごい丁寧に。うわぁ、申し訳ないな。ちゃんことか呼んじゃってたのが。いやいやいや、申し訳ない。すぐ開けますね、すぐ開けますね。そう、ビリビリしたよ、奥さんにだから。若林さん、そうやってね、いきなり、なんか、ぐちゃぐちゃに開けると、気持ちがちょっと減るじゃないですか、やっぱりビリビリしたら。開け開けどうぜ。ポン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 なんかいいっすよ、ちょっとだから。いや、自分で押してんじゃない。いや、これすっごいいいやつ。そのまま渡してくれ、くれれば俺、それでいいんですよ、そこのコーナーは。いや、これは、奥さんに言いますから、ちゃんと包んであったの、はいはいはい、俺が。そのまま、破いちゃったんだよっていうのは。ビリビリってなんか、で、これ、これもらったんだよ、みたいに渡すと。はいはいはい。なんか、すごく。そうですね。コウさん、やっぱ台本書いてくるってことは、段取り通りやりたい人ですやっぱ DJ だから。あ、そう、でもある程度、その選曲は、その、フロアの感じを変えて、あの、はいはいはい、ちょっとアドリブでね。だって、コウさんこんなこと言うのあれだけど、俺だってフロアの感じ見て、急に開けた方がいいなって思ってるんですよ、こっちだって。おかしいじゃん。おかしい。いや、すいません、コウさん。いやー、申し訳ないですね。すいませんね。うちの奥さんが流されて、これはちょっと喜ぶと思いますよ。これはありがたい。それで、それで、そんで、次はあれですよね。次ですよね。次が、次が、日向坂46、佐々木久美ちゃんが放送を聞いてます。これはどういうことですか？この間、あの、番組でご一緒したときに、あ、今週ですよねって言われて、あ、キャプテン聞いてる聞いてるから、はいはいはい、これほらまた横に引くだからそう、俺のノート、人のノートになんて思いっきり赤で持ってくのねえ、無理無理、それ無理ねえ、無理無理佐藤の卓造じゃねえよ無理おかしいじゃん。ちょっと、ここが、ここが、ここが二つだ。確認しましょう。確認しましょう。ちょっと確認しますね。佐藤の卓造じゃねえよ、キュレックじゃねえよポン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 わかりました。わかりました。わかんなくなっちゃってです。自分で作ったの。あの、キャプテンが聞いて、はいはい、聞いてるんですって。はい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 、今ですか？今聞いてるんですって。で、あの、聞いてますってお伝えください。ああ、なるほど。それを言うのが三つ目だっていう。三つ目。書かなくてもよくない？それは CM 中とかでいいんじゃないですか？そうですかね。あ、そうですかね、じゃないですよ。我々もね。本番中に言わなくてもいい。だって、だって、だって、だってじゃない。日向坂ライブショーやってるじゃないですか。だって多いな。多いな。あれ、コウさん、あの、はい、一緒にやってますよ。キャプテンに言われませんでした。どこ向いてるか分からない。言われないですよ、それ。ちゃんと、一緒に写真も撮りましたし。あ、そうですか。写真一緒に撮りました。あ、なるほど、なるほど。で、これを伝えたかったってことですよね。なるほど。じゃあ、これで、よし。いただきました。伝えられました。次はすごいですね。K ダッシュステージモバイルの、壁紙使ってます？え？はい。壁紙なんかあんの？これはちょっと知らないんですか？そうですね、これはちょっと。そうですね、重要だからそこね。重要だから丸重要だよ、それは。ああ、ちょっと、汚くなってるノートがめちゃめちゃ。ちょっと、若林さん、俺のノートのちょっと前のページとかも見てくれます？前のページ、これですか？そう、はい、ちゃんと書いてるじゃないですか。あ、なんか、リトルトゥースとか。そういうのを全部書いてるんですよ。あ、すっごい俺たちのラジオ勉強してくれてる。見て。何びっしり、こういうコーナーがあるとか、ノートね。いや、こんなノートを書くの山里亮太が高3くらいですよ。それが分かってるんだったらなんでぐちゃぐちゃに線引くんですかっていう話でしょ。いや、これはでも俺をフロアの感じ見て、ノートに、高3のノートなら落書きした方がいいなと思っちゃって。落書きじゃなくて、ただの赤線じゃないですか。うわぁ、それ、びっくりするなぁ。
ごめんなさい、コウさん。ちょっと。ダメよ。いや、俺は俺でやっぱフロアの感じ見てるから。そうか。だから、リスナーの人にツイッターとかで、剣玉渡すときちゃんと言わないと、はい、若林さんゴミ箱すぐ捨てますよ、みたいな、そういうこと言われてたから。いや、捨ててないですよ。いや、見てください、ちゃんと捨てて。どうしたんすか奥さんのプレゼントゴミ箱に捨ててるよダメだってダメだって若林さん絶対もうオーバーナイト宣戦しようんですよそれいや余裕あんなダメだってなんで気がつけば春日さんしてたのはい、いや知らないですよ見えないですもん絶対ないでしょないよ若林さんそれは、まあ、絶対最新種なんでびっくりした。ね、こうさ、俺バッグがゴミ箱の横だったから間違えちゃっただけだ、うん。違う絶対ダメダメうん。いえ。それはダメ、それはね。びっくりした、うん、ゴミ箱に入ってんの、ね、もうハンドクリームがねハンドクリームインゴミ箱余裕あるな。余裕あるじゃないですか。ゴミ箱ね。ゴミ箱ね。ゴミ箱っつっちゃった。興奮しちゃって。うん、ダメよそれは、うん、ごめんなさい、俺もびっくりしたいや、何もなく怒られちゃうな、これファンの方にちょっといや、びっくりしたちょっと、ね、K' ステージモバイルってってことは、コウさん、うん、K' ステージモバイルの会員になったってことですか会員トゥデイうわ、何この壁紙壁紙いや、知らないですよ俺たち、これ存在を知らないハートマークの風船に俺と春日の可愛いイラストがこれ、あの、縦バージョンのやつ縦バージョンと、あの、横バージョンがあるんだけど、僕これにしました俺たちも知らないですよ、これえ、ちゃんとあるんですよ、これ会員になるとへぇ、いや、すいませんいや、申し訳ないよそれは、あの、その前の週かなんか、K' ダッシュ、うん。はいはいはい、話してましたよ。話をしてたじゃないですか。そして、それで行ってくれたんですか。それで、行ったんですか、はい、うわクオさんって、あれっすね、すごい豆ですね。300円とか取られちゃう。300円。俺も300円払って言ったら、春日神社引いた。ほんとだ。コウさんも。そうそうそう。神社引いてくれたで。で、末吉しか出さないんですよ。ありえますそれ。いやいや、大丈夫です。いろいろあると思うんですよ。末吉ドゥーダンスだったんですよ。末吉ドゥーダンスめちゃめちゃ。ええと思って、今日末吉と思って。いや、申し訳ないですね。すごい、すごい、ね、コウさんすごいですね、このメモ。俺たちのラジオを聞いてくれたっていう。いろいろこう、あの、テレビとかもうオンエア見てメモ取るんですか？メモ取ります。それは初めて行く番組とかを研究するとか。は取ります。ああ。でもこうじゃん、これいろいろ俺たちのラジオで俺とか春日の発言研究してたら、ハンドクリーム俺がなんかゴミ箱してるのなんとなく分かったんじゃないですか？いや、それを、それは予想つかなかった。だって奥様にって言ってるのに、はい、だって、ぐちゃぐちゃにした時点で、外見を。確かに。そこでちょっとショック受けるじゃないですか。それでまさか捨てる、そこまでの人とは思わなかったんで。俺、そこまで。そういう、そうなんですだから、あの、リスナーの人に、剣玉を気をつけろって言われてたから、剣玉だけ見てたんで。なるほど。そうか。そこはノーマークだったっていうね。そこノーマークでしたね。何が捨てたら。不注意で俺も。ちゃんとでも取り出しましたからね。よかったですよ、そこは。これでも、あれですね、コウさん。もう、あの、あ、クリーピー、次がクリーピーナッツの武道館での誤解を解く。これ俺、コウさん、あれですよね、ライブ、素晴らしいライブしたね。素晴らしかったですね。感動。もう、DJ、1DJ、1MC だけで武道館やったっていうね。なんかあの、浅井亮が、なんかラジオでも言ってたんですけど、コウさんは、最後に挨拶したかった。いや、別にそうじゃなくて、譲ってた。みんなに、あの、あそこのところに譲ってて。申し訳ないなと思いつつ、コウさんより先でいいのかなと思いつつ、挨拶だったんですけど、で、俺、その、コウさん、僕に、元気って言っていただきました？言ったじゃないですか！で、その前、誤解解きたいっていうのは、その前があって、はい、結局な、どういう話だっけ？若林さんが、クリピーナッツに挨拶するので、コウさんが見て。いや、もっともっと前に、前なんです席がある、武道館の関係者の席あって、
で、近かったんですよね。近くて、僕は、いや、もういいよ、もう。うん、で、そう言うと思って、それを1ヶ月前に言うから、はい、で、あの、スペシャルゲスト、スペシャルウィークで、行っちゃってんじゃないですか。はい、だからそれでもう、あ、これきっと、もう1ヶ月経ったら話したら飽きるんだろうなと俺思ってたけどね、ちょっと、飽きてるんで。いや、飽きてないです、飽きてないです。いや、うん、ちゃんとはっきりさせたくて、うん、俺はもし、こうさんが、うん、元気って言ったのを、うん、ね、後輩がだよ、うん、無視してるっていうのは、これは問題じゃないですか。はいはいはい、で、まず、こうさ、関係者席の時点では、僕気づいてなかったってことですか？ごめんなさい、そこ気づいてなかったんで、まず、若林さんが、2回ぐらい挨拶した、はい。してくれた。そうなんですよ。はいはい、そうそう。でも、うん、僕の中では、はい、僕の隣に、はい、若林さんいませんでしたかっていう話なんですよ。あ、いや、そっちじゃないです。右隣じゃないです。左側なんで。誰かと間違えてる人誰？知らないです。誰と間違えてるんですか？誰と間違えてるのかな？あのメンバーの中だったら。だから、俺は、こうさんに挨拶しなきゃと思って、うん、なんかたまにこう、うんはけて、クリーピーが。で、なんか、ちょっと、軽く明るくなったりしたときに、コウさん、こっち見てるかな、チャンスだと思って、えしゃくっていうか、口でおはようございますって言った。あ、言ってくれたんですか、それ、口で。でも、コウさんはなんか、顔が動かないから、こっち、いや、だから、ほんと誰見てるかわかんないですよ。コウさん。じゃあ、それは、僕の、やっぱり失礼です。僕の方が、いや失礼じゃない。気づかなかったっていうだけだもんね、普通に。いや、でも近くにて挨拶されたら気づかなかった。いや、そうですね。これは失礼です。僕の落ち度なんで。いや、失礼。そうですね。落ち度はコウさんです。それは認めます。俺もそう思います。先輩だから。ちょっと。じゃあ、認めますよ。いやいや。じゃあ、認めるんだけど。申し訳ない。本当に。はい。申し訳ない。それ気づかない。本当気づかなかったんです。申し訳ない、トゥダンス。いや、反省してないじゃないですか。いや、だから、その、客席では気づかない。いや、まあ、そこはもういいですよね、じゃあね。まあ。そこは、そう、申し訳ないです。これは、もう、じゃあ、チャラに気づかなかった。そこは全然大丈夫。ウィンウィンにしましょう。で、ライブ終わった後、終わりました。はいはい、そこだよね。控室、あそこですよ。あそこですよ。いや、コウさんがどこ見てかわかんないですもん。ええー、だって、はい、俺、もう、若林さんいるから、はいはい、何人か、10人もいなかったんですかね。いないぐらいですよね。そん中で、一人見てて、はい、やっぱり、知ってるのは若林さんだから、見えるじゃないですか。はい、そこで、一応挨拶したんですけど、はい、何にも反応がなかったんで、いや、でもさ、みんなさ、で、すいません、はい。で、まだ、で、はい、若林さんは、ちょっと前にいたの誰でしたっけ、その前にいた方は。多分、浅井亮じゃないから。え、浅井さんは、奥さん、俺の奥さんですか？いや、浅井さんはもっとこっち、僕の方にいたんですよ。あ、そうでしたっけ。で、それで、バンドの人たちですよね。女性か誰かに、紹介をしてたの、奥さんの。ああ、はい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 、してました、してました。はい、で、あ、そのぐらいの距離感の人たちと話してるから、俺はちょっと、置こうかなと思って、あ、そっか、どう思ってやったんだけど、一番端に行ったのよ。あ、そうそういう。結構見てたんですね。ずっと見てましたよ、だって。これさ、でもみんな若いでしょ ?10 人いたらどこ見てるかわかんない感じは。なんで、言ってるけど、わかんじゃん、入ってきて、あ、わかんないです。で、はいはい、奥さんですよって紹介してるから、はいはい、あ、自分は若林さんとどのぐらいの距離の人間なんだって、はい、俺も思ってましたよ。僕もだから、どのぐらいの距離なんだろう。エッチさんとコウさんぐらいの距離。いや、ちょっと。いや、そこまでいけないじゃん。そんな、じゃないです。だから、そんな近くないですか、俺。そんな近くないです。当たり前。サムさんとコウさんぐらいですか。いや、あいつはもういいですよ。あいつ、俺が踊ってる時に前でちょろちょろしてるんで。本当に。そういう質問でしょ。何それ。サムさん。何今のコメント。いやいや、そうなんだ。そらそうでしょ。俺が DJ やってるとこで、ちょろちょろ。そういう仕事でしょ。ダンサーだもん。ダンサーが突っ立っててどうするんですか？一人でちょろちょろ足上げたりしててさ、なんだと思うのありますよ、僕。どのくらいの距離かなとは俺も思ってたんですよ。僕は前向きに思ったんですよ、その後に。はいはい、あ、ここでご挨拶をちゃんともっとしとけば、はい、あ、
これうちの家内ですとか、はいはいはい、そのぐらいの感じにしてくれるのかなと思ってタイミングを見てたんですよ。なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。今出たってやってるから。そうそうそう。やっぱそうだったんですね。そうですよ。たぶん僕の方が全然歩み寄ってますよ。でも俺も、こうさんと、うんうん、あの、番組ご一緒させてもらってるから、何回も一緒に、何回も、だから、クリピーナッツすごかったっすね、とか、は、ちょっと話したいというか、話してもいいかな、とかを考え、いいのかな、とか考えてたんですよ。あ、気配は感じてたんですね、そこで。でも、コウさんがやっぱわかんないですもん、やっぱその、サングラスしてるから。はいはいはい。で、俺が失礼しました、このラジオでね、ラジオだからですよ、サングラス取れやとか言ってましたけど、あれはもう冗談です。上手で。冗談として、あ、今水飲まないでください、ちょっと。で、今、ロックオンで喋ってるから、コウさんに。そうですか。炭酸水です。炭酸水、イエーイ。イエいや、で、ですよね。俺が浅井亮に挨拶して、うんうん、で、あの、編集者の方がいたんですよ、知り合いの。はい、その、はい、後に俺はすっごい迷ってました。子さんに、うんうん、でも奥さんに困らせてもな、気遣わせてもなと思ってたんで、うんうん、通り過ぎたんですよ、子さんの前を。その時に、うん、うちの奥さん曰く、うん、元気って言ってたっていう。大丈夫って言われたんですよ。元気で、元気はそんな、あの、ため子じゃないですけど、お元気ですかみたいな感じ。元気ですかみたいな感じで、僕は。あ、だから、こうさん的にはそう、なんですか、そこで若林さんと話す、いやー、まあうん、チャンスみたいなことですか。そう。ただ、そのタイミングが他の人と、はい、話してる切れ目がちょっとわかんなかったんで、はい、で、そしたら、うーん、みたいな、何にも言わずに。いや、なんか、ジャンコ、あれ、もし俺が、あれとしたら、元気です、怖いって言ってくれたら、いやいや、あの空気で言ったら、絶対惹かれますって、絶対。いや、コウさんなら大丈夫ですよ。コウさんが、元気です、怖いって言ったら、俺も、いやって言ったんですよ。いや、それでもう、スルーされたんで、いや、これは申し訳ないし、あと、まあ、もう一個、まあ、一応、けど、元気じゃなかったっていうのもあるかもしれないですけどね。元気じゃなかったんだ。すげえ笑ってる。聞き方もうちょっと選択肢を持ってもらったのが。すげえ笑ってる。そうか、そこか。なるほど。いや、でも、はい、あの、こいつはですけど、僕、昔、春日さんにも、はい、超無視されたことある。お前よくやるぞ。いやお前そんな私はそんなことはない。お前コーサーのこと無視するの。いやその話は CM 中にしてよ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。はい、ということで、はい、だから今台本で言うと、コウさんのね、はい、これクリピーナッツの武道館での誤解を解くは、はい、終わって終わった、ね、この台本にない、うん、あれですよ、うん、春日さんがいやコウさんを無視したっていう、あ、それ使い食わないとかないとね、使い食わないとダメですよ、台本に入ってないから、それ春日が、はい、だからコウさんを私も無視してたことがあると、はい、したことがあるんですよね、はいはいはい、多分本人は覚えてるかどうか分かんないぐらいの感じだったんだけど、ちょっと聞かせてください。全然、はい、もう覚えはないです。番組で前室あるじゃないですか、はい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 、で前室と、うん、あの本番のスタジオの間に、はいはいはい、じゃあ前室から出て、じゃあこっちで待っててくださいって、はい、パイプ椅子、ね、置いてあるからじゃないですか、はいはいはい、あそこで僕ご一緒して、はいはい、で、はい、あ、まだ始まらないから、はい、これ何か話しよう。はい。ちょっと、こっちからしない、して、した方がいいかなと思って。なるほど、なるほど。はいはいはい。いろいろと考えて、はい。はいはい。気使っていただいて、言葉出したんですよ、僕。はい。で、それ聞いたことが、はい。なんて言ったんですか？なんて、え？あ、うん、春日さん。はい。ベンチプレス何キロ上げますかって聞いたんですよ。いや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 。そしたら、はい、ブーンって言ったまま、はい、無視されたんですよ。そんなわけ
けないじゃない。お前よくないぞ。そんなわけないじゃないですか。だってそれで座ったまま、ですよ。いや、そんなわけない。メモ合わせてくんなくて。いや、俺は聞こえてるかどうかわかんなかったんじゃないですか。あ、そうですよね。でも春日は聞こえて、その後、うーんって言った後、無視、無視。ベンチプレスぐらい何キロ上げるか教えてくれてもいい、良くないですか？いや、全然いいっすよ。で、しかも本番前に気使っていただいて。まあ、そうだね。いや、これはちょっと良くない。それ何の、うん、何の番組ですか？何？前室みたいなところですか？前室よりの次の。うんパイプ椅子置いたって、ちょっと暗いところ。スタジオの脇ってことでしょ脇、そうそう。出ても直前ってことですよね。じゃあちょっとさ、それもう一回やろう。それは良くない思い出。でも今喋って、解決しよう、それは。笑いとかじゃなくて。はいはい、はい。ちゃんこと春日が、もう一回これ前室だっていうことで。ちゃんこです。どっちいや、まあいいですよ。いや、いい親しみで呼んでくれたんですよね。あ、じゃあ、あ親しみじゃないですよ。ちょっと待って。親しみじゃなかったら何だ親しみじゃなかったら何ですか、ね、本当です言ったさっき、あ、オープニングで学生時代に散々、はい、TRF とか聞いたり、そういう人と喋るんだな、みたいな、ちょっと、リスペクトっぽいこと言ってたから今日安心してて、はいはい、そうそう。いや、いやだからリスペクトで呼、はい、んでるんですよ。はい、なるほどね、うん。ちょっとじゃあ、ちゃんこと春日で、もう一回ちょっと。それつまりディスで言ってるだけですから大丈夫ですか？え、ちょっと待ってくださいよ、それ。おい、そういうの慣れてないんすよ、俺。慣れてない。慣れてないっすな、いじってきた方ですもんね、いろんな人のこと。え？いじってきた方、番組に急ブレーキかかったんだよ。いやいや、タイヤが焦げ臭いよ。シュレックじゃねえよ。これじゃねえな、これ。ポン！あげあげる！うるさいのはダメってチェックしてありますから。そうそう、ここに書いてあるもんね、ここで、ここに書いてあるから、はいはいはい、これ。じゃあ、本当にだから、気持ちを、あ、春日さんはボディービルもやってるし、そういうトレーニングをやってるからっていうんで俺考えて。はいはい、それはありがたいですよ。じゃあこれ、コウさん、はい、あれ、いいっすよね、ここで、急に、春日が、どうしてダメですね、ラーメンマンみたいな感じだから。なんだ、俺のなんで予習の後にそんなに、さっきをなんか、ちょっと、若林さん待って、ちょっと。いつ書いたんだ、それ。何や、ラーメンマン。ラーメン、いつ書いたんだね。いや、ちょっと俺、これ、ごめんなさい、ちょっと、ぐっちゃぐちゃになってきちゃった。何や、その、ちょうどラーメンマンが書ける、その隙間があったんだよ。よく見つけたな、いや、これは違う、リスで書いてるだけなんで、これは大体。俺、そういうのが慣れてないから。あ、そうか、いじってきた方ですもんね。いじるもわかんないですけど。じゃあ、いじられる方じゃねえかちょっと、一回その会話をして、はい、これで手打ちにしよう。そうしますか。いきますよ。よーい、はい、エクシュンはい、早く話しかけラジオだぞ。わかりました。危なくて、いや、危なかった今。実際の再現、実際の再現の間もいるのかなと思って。放送事故です。3秒無言の放送事故、ラジオは。今、じゃあ3秒ありましたでいいんですね。だから俺がアクションって言ったら、3秒ありましたで。もうお願いしますよ。わかりました。いきますよ。よーい、はい。もう一つく、うるさいな、俺がスタートって言うんでしょうよ。なんで言っちゃうの、おかしいでしょ、自分で演者で。なんで言っちゃったんですか今なんで言ったんだ、まあ、じゃあ、しかも俺は今、よーい、ボーイミスカーって言おうとしたのを、スタートって言ったから、かっけーああ、せっかく言ってくれようとしたのにな。ボーイミツボーイか。だから、ボーイミツボーイ。まあね、ボーイミツボーイ状態でね。じゃあ、よーい、ボーイミツボーイでいいですか、わかりました。じゃあ、それは3人で言おう、もう。わかりました。オッケーオッケー。はい、よーい、よーい、よーいは俺が言うんですよ。あれだから、愛の手ってあるじゃないですか、よく。じゃあ、用意って俺言うか、コウさんも用意。その、コウさんが用意って言った後、カズカも用意。その後、順番で用意、用意、用意ってこと。そう。で、その後、3人で合わせて、ボーイミツボーイ。これで話しかけた方がいいと。いきますよ。用意、用意、用意、ボーイミツボーイ。あ、カズカさん。ベンチプレス、何キロぐらい上げるんですかカスカさん、
ベンチは何キロぐらい上げますか。はい、カッツ。え、一緒じゃん。一緒ですよ、これ。もう全然あの、天地になってないじゃないですか。てかさ、こんなはっきりさ、コウさんがさ、前室で、メンチフライさん上げるときって、ってお前よく、つかせたな、それ。いや、本当に。無視したのかな、無視しない。今まだ、うえって言ってますが、おそらくも、そのぐらいのことかまされたことは僕正直あります。ちょっとだから、オードリーにはね、ちょっと印象悪いですよね。いや、ちょっとドキドキですよ。それは申し訳なかったっすね。なんか考え事したのかな。そうか。収録前で。それか、もしかしたら話しかけられてすぐ本番ですとか声がかかったとかそういうことなんじゃないですか。うん、多分、それが本当に今のボリュームで話しかけてくれましたか。ええ、それはちゃんと会話として成り立つようにします。いや、でもお前、カスが先輩のこと無視しすぎで、南原さんのことも知るんだけど、南原さん無視してないです。いや、なんか言ってた、反省ノートで。言ってたから。無視はしてないよ。うん、聞こえないふりするだけで。お前、聞こえないふりするんだよ、芸能界で。芸能界で聞こえないふりするんだよ。カスがって話しかけたわけじゃないじゃん。先輩が苦手ですもんね。そうですよ。あ、よくご存知ですね。書いてあります、ちゃんとそこに。すごい。あ、だからか。先輩は。俺は申し訳なかった。で、若林さんは同期の、あの、関西芸人さんが、あの、ちょっとあれだっていう。いやそうだ、あの、同期だと難しい。同期だと難しいって。苦手じゃないですよ。そこまで。距離感が難しい。で、あれで、コウさんなんかそれで、ほら、あのクリッピーの武道館の、はいはいはい、あの控室で俺がね元気ですかーって言えいえいえできないって言ってたのにクリッピーの前では、うん、これピノっつってずーっと廊下で言ってたってじゃあ誰が言ってたんですか。いや松永言ってましたよ。クリピーナッツって感想全然言わずに、クリピーナッツクリピーナッツはクリピーナッツってことが分かってるじゃん。確かに確かに。それなのにコウさんが指を指して二人のこと。教えてくる。クリピーナッツって教えてくる。教えてくる。クリピーナッツみんな教えはや、帰れよ。いや、ちょっと、もうちょっとだから、そういう武道館だったんで、で、それを、浅井亮さん、はい、浅井亮さんがやってるラジオでも、なんか取り上げてくれてたのか、なんか、すごく、はい、どこ見てるかわかんないって言われて。やっぱみんなそうなんですよ。なんでだろう。そうっすね。ちょっとじゃあ今一回みんなで体感して、春日も体感してほしいからやりましょう。DJ コウさん。はい。誰を見てるかくーん。イェーイ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 。よし。だこれで、うん、さんがマスクもちゃんとしよう。そうですね。本番っていうか武道館の時にそうマスクいろいろ持ってる、ね。すごい派手なマスクがたくさんありますね。え、それスタッツついてるんですかマスクに。マスクついてた方が多分わかんないかなと思って。いや全然なんかスタッツついてるよマスクに。マッドマックスじゃないですか。これヘッドホンしてるとつけられないの。うん。今気づいたんですかこれ。ヘッドホンしてるとマスクつけられないこと今気づいたんですかこうさ。すごいな、コウさん。すげえな。ほんと、いや、これわかんないでしょ。ほんと。これはわかんないわ。これでコウさん、今、もう誰か見てます？見てますよ。もう見てます？今の、見てますよ。かっこよかったね。うん、俺ね、だからね、今もう見てます？じゃあ、始めます。それ用の音を作ってきたんですよ。すごい。え？じゃあ、DJ コウの、はい、誰を見てるんでしょうか、はい、あ、これシンキングタイム。もうまっすぐ見てるよね。まっすぐ見てる。誰だ。我々じゃないね。俺でたちだね。俺は分かった。自分の中じゃないじゃん。俺は分かりましたよ。え？じゃあお答えください。俺は、若林は、チェヒロシを見てると思います。うん、今すでにですよ、だって、これ。私はじゃあね、D ちゃん。ああ、マネージャーの。うん、じゃあ正解は斉藤さんでーそうそうかまっすぐ向いてたからいや、ほんとっすかまっすぐ向いてるけど、あの、だから、ヒロシか D ちゃんか、あの辺だと思うね。いや、わかんなかったでしょ斉藤さんって。斉藤さん分かってないですよ、自分だって。斉藤さん、斉藤さんとです。見てくださいよ。
そうか。いや、これわかんないから、このぐらいの部屋だったから。顔の向きが、変わんないとわかんないな。だから、ちょっとわかんないですよ、意外と。いや、わかん、結構見たわ、今。あ、サングラス変えてくれ。あ、他のもあるんですか、サングラス。あ、変えてくれ。これの方がわかりやすい。すごいな、そのサングラス。何と言えばいいんだろう、このサングラス。なんだろうな。どれがいいですかね、これが。なんかシャアみたいなサングラスだね。あ、ほんとだ。そうだね。ねえ。あの、シャアの、あの、グレーバージョンみたいな。そう、これ見えない。もっと、あの、濃いサングラス。全然見えない。マスクも変えてます、今、コウさん。なんで、え、どういうことこのマスク。何ラメ。ラメがついて。うわ、紅白。どうですか、ラメと羽がついて、紅白だ。めでてえな。これはわかるでしょ。これはわかんない。いや、目は見えないぞ。これ。じゃあ、行きますよ。ちょっと待ってください。はいはいはい。もう今から決めますよ。はい、決めてください。決めました。はい、決めました。はい。これはサービス問題ですね。ちょっと見てください、もう一回。はい、いや、さっきと同じだろ、これ。サービス問題です。さっきと同じじゃないですか。見てください、ね、ずっと、はい。だから、まあ、だから、今度こそ、で、若林は、はい、チェヒロシで行きます。一点張り。ちょっと、もう一回見てください。当たって、はい、当てたい。はい。じゃあね、私はね。君だけを見ているか。はい、見てますか、正面から見て。じゃあね、私、もう一発制度さん行こうかな。はい。うん。じゃあ正解は、ミキサーの大坪さんでーす。イエーイ。嘘。いや、奥見てたでしょ。手前じゃないでしょ。手前でしょ。奥でしょ。このクイズなんだよ。変えてないっすか。変えてないっす。もう初めからちゃんと見てました、これで。絶対変えてるよ。だって奥見てたもん。これ、二人全然ダメですね。全然これ話にならないクイズですね、これね。ミキサーの大坪さんです。ミキサーの大坪さんです。いやー、難しいですね。いや、当たらんな、これ。やっぱ、それは、わかんない。わかったでしょ、わかんないよ。あ、これでわかんないっていうのは、できないよ。あ、そうだ。はい。これでわかんないっていうのがわかったっていうことですね。そういうこと。だから、これも終わりですね。クリーピーナッツの武道館で、はい。また弾く。はい。あとはもう、なんだろう、大丈夫ですか、どこを見てるかちゃんとするも終わってるし、やたら iPad の音を鳴らさない、すげえ鳴らしてるじゃないですか。自分への戒め。結論が書いてある、予習の結論。ほう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 。お二人の話をちゃんと聞いて身を委ねる、ドゥダンス。ちゃんと聞いてなかった話も。全然だった。だからちょっと、これはだからいいですね、はい、もう、あの、だからいろいろね、やりたいことがあるんで、もう2時半か。何しそっか。ボタモチ何時までなんだっけ、もうそろそろで、だ、ま、ああ、そう。まだいけるね。まだいける。ちょっとね、あれ、せっかくね、みんなから募集した、はい。DJ コウさんに、はい。言ってほしい言葉っていうのが、いいですね。いいですか、これ。言ってもらっても。どんどん言いましょう。うん、ね、だから、ダメだったら、ダメって言ってくださいね。これは言えないっていうのは。じゃあこれ、ラジオネーム、はい、甘く見ていたロマンチックが言ってほしい言葉、ちょっとこれ言ってください。はい、あ、また今、アクリル当たった手が、俺がメール渡そうとしたら。アクリルファンです。怒られますよ。え、これは言いますよ、全然。お願いします。はい。はい、ラジオネーム、甘く見ていたロマンチックさん。ケイダッシュステージ、モーパイ。派手になった。いや、すごい。これは全然いけますよ。コウさんやっぱすごいな。これ全然普通に。いや、すごいな。すごい。盛り上がるな、やっぱな。ラジオネーム、ツナマヨのライバル。これちょっと。ツナマヨのライバルさん。はい、これ読んでください。に当たってんじゃん。当たってんじゃないですよ。下に出したらそうなりますって。これ、はい、西堀。これ、トールさん、りょうですね。りょうさん。西堀りょうって言ってると、西堀りょうのオールナイトニッポン R がバレるでしょ。じゃあ行きますよ。はい。ポン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 ごめんなさい、ちょっと。違う、マシンガンズ、マシンガンズ西堀りょうのオールナイトニッポン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 。ポン多いな。
ポン。あ、でもいいっすね。オールナイトニッポンポン。オールナイトニッポン。ポンポン。いいっすね。いいっすね。普通ですね、みんな意外に。はい。これ言えないっすよね、これは、春日さん、これは。これは別に大丈夫、大丈夫。言えないっすよね、これ、コウさん、これは。これは。これはどうですか？なんで言えんじゃない？これ言えます？じゃあ、俺結構何でもある程度、ちょっと、エッチな言葉でも DJ 風に言えばかっこよくなるっていう特技なんで。はいはいはい、あ、本当ですか？じゃあラジオネーム透明情緒さん。はいはい。じゃあこれで、あ、また当たってんじゃないですか、アクリルに。何回当たるんですか？いきますよ。はい、透明情緒さん。はい。セックス SEX! 全然やらしくないでしょ。いやらしいよ。なんで今の勢い出たじゃないですか。いやらしいよ。綴りを教えてください、最後な。なんか言ってほしいやつ来てんだっけ。あ、これ。Yes! これは全然。これは言う、これは言う。あ、じゃあこれ言ってください、こうだ。あ、そうですね。ラジオネーム、はい、アンダーライスが お願いします。当たってんじゃないですか。はい、アンダーライス。これ言ってください。ラジオネームアンダーライスさん。はい。いや、これはいい。ああ、いいね。呼び込みだ。これもう一回言ってください、これ。ラジオネーム透明情緒のやつ、もう一回言ってください、これ。セックス SEX! 全然、全然、そんなエッチじゃないでしょ。いや、これだったら別にこのぐらい、ぐらい言ってないんだけど、A ネーションで言ってもみんなイエーって言いますよ、でも。絶対言っちゃダメだよ、A ネーションで。セックス SEX! イエーって言ったら、ああいうスタイルだと、大体、なんかそうやって叫ぶと、イエーって帰ってくるようなことがあるんで、全然あるんです。セックス SEX! イエーいやでも確かにちょっと盛り上がるね。盛り上がりますけど。じゃあこれでも、おい、ひろし、こんなのダメだろ、お前。これ、あ、そうか。春日さん、これどう？これ大丈夫だと思う？これダメだよね。まあ別にいいんじゃない？ラジオネーム、ひとまろジュニア。これ、こうさん言えます？これ。うん、これ大丈夫ですか？あ、言えますよ。そう、行きます。だって、コウさんに聞いたらいいんだよ。だ、行きますよ。言えるんだって言える。はいはいはい。ラジオネーム、ひとまろジュニアさん。はい。スペーストルネードオナニーそうなるんだ。何やってんだよ。で、これ全然そんな大したこなんか、イエーイみたいな。あ、やっぱこれ A ネーション盛り上がりますね。A ネーション。エネーションスペーストルネードオーナーみたいな。これはね。これってなるんですね。なるでしょ、だって。なんないですか？まあ、なるかもしれないですね。じゃあ、ちゃんここれいけます？どれです？ラジオネーム、ハマグリ3年、ナス8年。これ無理っすよね。どれですか？これは。あ、これ言っていいんだったら、全然。あ、これ大丈夫です。大丈夫。ラジオ言っても。ラジオネーム、ハマグリ3年、ナス8年さん。あげあげたすボキボキオーチンポーポポポポそんなエッチな感じじゃないでしょ。ボキボキオチンポか。え、カスガさん言えます？いや、全然言えますよ。DJ 風に。はいはいはい、今の感じですよね。あ、言ってじゃあ、行きますよ。あげあげたすボキボキオーチンポーすごい喜んでる、コいや、よっしゃ。お、ティーンでいきましたね。そうですね。ティーンにアクセントつけましたね。はい。おちぽーんじゃないですか。おちぽーんおちぽーんぽんぽーんおちぽーんぽ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 ーんいいですね。ああ、なるほど。これはダメですよね。絡めちゃってるから、これは。どれですか？これはダメですよね。これはですね。いけます？いや、いけますね。いけるんだ。全部いけるじゃん。陰踏んでますからね。あ、陰踏んでるから。陰踏んでます。全然いけますね。はいはい。チュンチュントゥトゥーンダメ、これダメ、これダメです。これダメです。だって夜だじゃん。これはダメなんですよ。読む前にわかんないですか。いや、言ってみたら、これ、
これ行ってみたらダメですね、これはね。これは行ってみたら。怒られるよ、メンバーに。これは行ってみたら、な、後で、何言ってんのとか言われたら、うちの女子チームに、後で、絶対なんか、言われる。いや、これサムさんにも怒られますよ、これ。いや、あいつは DJ ブースの前でちょろちょろしてる。それ何回言うんだよ、それ。それ本当に。何回言うんだよ。少しはちょっとじっとしててくんないか。いやいや、炭酸なんだ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。はい、ということで、もうこのゾーンで、コウさんともうお別れなの、いろいろやったら。マジで。だから、ヒロシのコーナーが、ちょっと無理そうだなと思って。うん、あら、そうか、もうこの時間だから。でも、ちょっとやりたいなと思って、ヒロシのコーナー。コウさん、いいですか ?1 分半ぐらい。いいですよ、いけるの。カスガとコウさんが上半身裸で、乳首を俺が押すのよ。はい。で、カスガが、イージードゥーダンス。はい。右の乳首が。はい、で、左乳首が、ボーイミーツガール。うん。で、コウさんは決まってないんですよ。右乳首押したら、なんてなるんですか、コウさんの乳首って。おぼろい先生しよう左乳首は左が、はい、ヤバイバルダンスヤバイバルダンスになる。で、それでちゃんと言えた方の感じっていうのを やるんですって。はいはいはい。それを20秒で言えた方、それでもう。早早早それでお別れだから。いやいやいや、コウさん。結構マッチョっすね、やっぱラグビーやってたから。でもこれ俺がもう、なんか音楽なるの？あ、ならないの音楽は。もう、音楽ならないの ?20秒ですね、だから。それダメだったらどうなるわけ？ダメだったら、ビンタです。ちょっと待って、やだよ、ビンタ先生。じゃあ行きましょう。はいはいはい。よーい、スタート !Easy to dance! ボイミツゴーボイミツゴーやばいバルト !Easy to dance! ボイミツゴー !Easy to dance! ボイミツガールクレイジー !Easy to dance!イズイズドース、俺んとこも来てよ、ちょっとさっきから脱いだんだからやばいことだよ来た来た来た、オールナイトニッポン、オールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。プレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー、冷凍食品をレンジに入れてチンするまでの時間、我々が聞きたい質問をリトルトゥースに答えてもらうコーナーです。現在のテーマはオードリーの代表作になるテレビ番組企画案でございます。20年やってもテレビの代表作がないオードリーのためにありますけどね、代表作になりそうなテレビ番組の企画案を考えて送っていただきました。ラジオネームブーメランチャンネル、クミの DM 大作戦、出演、クミ、春日俊明、内容、一般人とは思えないコミュニケーション能力を発揮し、フワちゃんなどの芸能人と SNS の DM を通して親交を深めているクミ。そんなコミュニケーション能力の高い通称コミュニケーションお化けのクミが、自分が春日の嫁だということを隠した状態で様々な芸能人の SNS に DM を送りつけ、その芸能人と仲良くなれるかにチャレンジする。夫の春日が番組のアシスタントを務め、妻の冠番組を盛り上げる。これはね、実現しそうっすよね、すぐね。いやいや、企画書も通るだろうし。どこでやるんだよ、これ。いいかもしれない。なんでアシスタントなんだよ。ラジオネーム、きんぴら太郎。番組名、なるへそ。春日さんが芸能界の先輩や大御所のゲストとの一対一のトーク番組。毎回ゲストが下積み時代の苦労話や代表作に対する熱い思い、感動のエピソードなどを披露。番組中、春日さんは聞き役に徹して、ゲストの話をひとしきり受け止め、最後の決め台詞、なるへそ、の一言で番組を締める。これがいいね。これ、楽、楽だ、ね。話しがいがないよ、ゲストが。聞いてねえんだから、話。これはやりたいね。聞いてないんだからね。ラジオネーム、
デレクジーカー。番組名、カスちゃんなんちゃんの男二人旅。いいね。出演者、南原清隆、うん、オードリー春日、うん、ナレーション、うん、オードリー若林。おいいね。10年近くレギュラー番組で共演しているのに、いまいち距離が縮まってないのがテレビ越しでも伝わってくるなんですって、おなじみの。南原と春日が仲を深めるために二人きりでロケをする旅番組、はいはい。その様子にナレーション兼見届け人の若林がツッコミを入れる。この見届け人のポジションを企画段階では若林と南原の相方内村さんの二人でやる予定だったが、うん、オファーを断られたため若林単独になる。オファーに断られるとこまで見えてる。うんうん、これね、なんかいいなと思って。ラジオネーム、マグナム佐々木。番組名、爆走兄弟、カス&アーバ。カスガさんとアバレル君が日本一のミニ四駆レーサーを目指す番組。放送内容、うん、最新ミニ四駆情報、うん、カス&アーバ、ミニ四駆マスターへの道、うん、お便りをくれた全国の少年少女たちと対決。うん、時間、日曜日朝。6時から6時25分。早いなぁ。なんかいいなぁと思って。まあいいね。最後、うん、番組名、あ、ラジオネーム、ブーメランチャンネル。番組名、むつみそう青春物語、うん。売れずにくすぶっていた若手時代のオードリーが M1 グランプリの敗者復活戦を勝ち抜き、芸能界でのブレイクしていく姿をついにドラマ化。オードリーやその周辺人物たちを超豪華キャストが演じる話題のゲックドラマ。うん、出演、春日俊明役。うん、須田まさき。あ、いいね。若林正康役、山田孝之。うん。久美さん役、うん。土屋太鳳。まあいいね。大河役、うん。大河。春日のりあき役、うん。春日俊明。ややこしいな。ややこしいぜ、これは。お父さん役。まあそうね、当時のお父さんという。須田くんと絡んでるとき、ややこしいだろうよ。さあ、この中から一番いい回答を春日さん選びます。そうね。いいなと思っちゃったからな。うん。うん、なるへそだね。なるへそでいきます。うん、これいいね。金ぴら太郎。なんか浮かぶよな、うん。おめでとうございます。12月のプレゼントです。タイ名犬ドライカレー。梅しそささみ店。今川焼きカスタード。あ、お弁当に具チーズカレー春巻き。伊丹くんゴルフヘッドカバー。以上の5種類が入っております。12月で創立75周年を迎えた日霊さんから、冷凍食品詰め合わせと一緒にぬいぐるみにも使えるチャーハンの妖精伊丹くんのゴルフヘッドカバーをプレゼントします。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。テーマは引き続きオードリーの代表作になるテレビ番組企画案です。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢、そして電話番号を忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。日霊。以上、各社の協賛で東京州大学予約所の日本放送、KR ステーションに全国36局、なっお送り。はい、エンディングでございますけども。へいへい、まあ、ちょっと CM にもありますけど、うん、この後3時からですね、うん、高橋ひかるのオールナイトニッポンゼロ。もう大丈夫なのか、今の CM は。内容何も言ってなかった。こんな放送になります。全然わかんなかった、内容が。どういう放送か。楽しみですね。楽しみねってことですね。生だからね。やっぱもういい時間が22時40分で、まあ、温まってんじゃないですか、だいぶね。温まってるのかな、スタミナ切れてないから大丈夫かな。平気でこの放送も聞いてましたから。あの、リトルトゥースの帽子かぶって歩いてたよね。リストバンドして。なんでだよ、自分の放送すんでしょ、この先。このイベントの時のリトルトゥースみたいな。さっきうろちょろ歩いてましたけどね。頑張ってもらいたい。いやー、ということで今日、春日さん。え
DJ コーさん、うん、楽しかったですね。いや楽しかったね。まあなんか TRF の結成秘話とかも聞けたし、やっぱ我々がね高校の時に本当によく聞いてたから、はいはい、はいはいはい、感動して、あとあのあれですよね、あのお笑い の、うん、あのネタもねやったことあるって話もないよ、あの聞けたし、本当だよね。また明日の M1 の予想もね、はいはいはい、すごい予想もたっぷり聞けたから、明日余計だの、あ、ちょっとコウさん今エンディングやってるんで、ちょっとの人 の、 あの DJ コウ寄せでも人のネタの時喋って入ってくれって言ってたよ。いや感想を言って言いながら、あそうかっていうふうに、あそうなんだ、今すみません、コウさんエンディングでやってるんで、感じ、はい、エンディング撮ってるんで今ね。いやなんか俺たちが高校の時憧れてたね、うん、TRF の、うん、あでも若林さん、ね、うんこれってって言っても、ね、言わないからよかった、うん、あね、それでこうやって喋れるなんて嬉しかったよ、ね、うん、いやだから高校の時のぐちゃぐちゃだし、これ自分に教えてあげたいというかね。で90年代の音楽シーンのこととかも聞けたし、うん、言ってないし俺全然、いやこうさ、うん、こうさ、こうさ、エンディング撮ってるから書いてるでしょ、だってノートにうるさくしないって。ああそうだ。うるさく しないで、あとは任せます、委ねるということです。今日だからその予習してきた通りにできました。うん、はい。絞り出してんじゃない。できてないでしょ。いやだからコウさん、俺、はい、あのヒロシのコーナーは、はい、無理なんじゃないって話してたんですよ。コウさんなんかそんなことしてんの見たことないし、いや俺やったことないもん、そんなだって。でも今日はだってずっと1ヶ月前から告知されてたから、そのぐらいは俺はもう全然絡むよぐらいだから。いやありがたい。でも全然触ってくれないしさ、何にもできなかった。そうですね。右乳首はね触りましたけど、左乳首何でしたっけ。やばいバルテンス。逆の乳首は何でしたっけ。オーバーナイスセッション、イエーイ。あげあげたぜ。ポポポポポポ。あれ春日さん、うるさくしないな。コウさんに言ってもらったやつで一番何が好きでした。さまざまありましたけど、今日は。はいはいはい。なんだろうな、うん、ちょっといろいろあったもんね。いろいろありましたね。いや俺だからコウさんがこんなに広い心でやっていただけるっていうの嬉しかったですよ。普通にだって DJ だ風だったら言えるんですよ。DJ 風だったらなんだろうね、うん、K ダッシュステージモバイルかな。K ダッシュステージモバイル。絶対必要ないし、春日神社すげえ吉だぜみたいな。DJ コー神社開くんじゃないでしょうか。ステージモバイルで歴史はないよな。スウェキスドーイ、スウェキスドゥダー、スウェキスドゥダンスはないよな。ないですよね。その日にコーさんありがとうございます。ありがとうございます。また今度あの来てください、うん、またお願いします。相性良くないですか、オードリー。いや僕そう思うんですよ。僕そう思うんですよ。嘘だ絶対。じゃあ全もう本当全無視、ガン無視なしですよ。なしです。今度別の現場であったら、はい、ちゃんと挨拶しましょう。私もちゃんと答えます。ベンチプレス答えます。春日さんベンチプレス何キロ上げるんですか。だからそれもういいわ。もう DJ コウさんでした。ありがとうございました。ちゃんこの後また夢でお会いしましょう。アディオス。